おはようございます。はい、というわけで今回はエナジー自己紹介のコーナーでございます。今回紹介するのはこちら、プシューシコーン、正式名称なんだ、ハイパーゾーンエナジーダークインフェルノ、イエーイ。ということでね、こちらハイパーゾーン、おなじみの武闘館のハイパーゾーンの新しい味が出ました。まあコアだよね。多分コーラだよね、これ多分絶対コーラ。すごい弾けてますね、コーラのコーラみたいな炭酸がシュワッと。よくね、ダークインフェルノとか中二感あっていいですね、名前。で、一本当たりカフェインは 150mg ですね。ゾーンエナジー使用最大量のカフェ 150mg を配合、パワーオーニキューエンジンミックスと書いてあります。ハイパーゾーン、ハイパーゾーン、普通のハイパーゾーンよく飲むんだけど、ゾーンダークインフェルノは楽し始めたので楽しみですね。こちら自販機で売ってないんですよ。普通のハイパーゾーンは自販機で買ってるんだけど、よくこちらコンビニで発売されてたんで、販売されたんで買いました。じゃあ行きますね。2020年2月に発売されてたんだけど、あーコーラだ、ありがとうございます。コーラですね、これ。でも、コーラグミ、コーラ味のグミみたいなのに感じするな、コーラというは。じゃあ吸いますか。ほら吸います。わーお、めっちゃコーラだな、色は。うん、コーラってコーラグミの匂いしますね。あれですよ、なんかコーラのグミ。じゃあいただきます。うん、まあコーラ、コーラなんだけど、でも炭酸は強めですね。炭酸酸は強めで、キレがあるって言っていいのかな、キレがある。うん、それにコーラ好きな人は、コーラ好きな人よりはコーラ味のグミとか好きな人はおすすめですね、これは。あー、キンキンに冷やすと美味しいね、これ。でも冷蔵庫冷やしたんだけど、これ、わかるかな、これ、氷なのかな、これ氷冷やしてるマークなんで、マークスが側なんでね、キンキンに氷を入れて飲むのもいいかもしれないですね。うん、コーラ好きにはいいかもしれないね、これは。見た目も味も、あ、美味しい。普通のハイパーゾーンはエナジーらしさがあるんだけど、このダークインフェルノはエナジーらしさというよりもコーラ感が強い。だからコーラだわ、これ。これはあんま罪悪感なくても飲めますね、これは。いや、ジンクを、じゃなくてコーラなんで、ほぼ。うん、うまい。うまいっす。今回はうまい。ゾンさんやりましたね。これ自販機は販売してください。わざわざコンビニ行くの、めんどくせえというか、まあ仕事帰りに寄るけど、コンビニは。うん。美味しい。ハイパーゾーンのいいとこは蓋付きなんですよね。モンスターのネットベルも最近蓋付きやけど、ゾーンは蓋付きなんでね、ハゾーン、ハイパーは、ハイパーゾーンは。これをちょっとカバンに忍ばしてとかだけするとかでもできるんでね。
すごいありがたい。私たち昨日カップ麺でいやとにかくは。はい、こちら、2020年2月に発売されたんですけど、ハイパーゾーンエナジーダークインフェルノ。だから、白いハイパーゾーンもあるらしいんですよ。名前はわかんないんだけど、どういった場合白いハイパーゾーンがあるらしくて、それもコンビニずっと探してもらってたんだけどなくて、どう言ってんだって感じだけど、それも見つけたで買えたらいつか飲んでみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。キーボーチャンネルと高評価コメントお待ちします。X で Instagram、メンバーシップ、ブログもぜひ見ていってください。で、こちらのゾーンワイパーエナジーダークインフェルノすごいコーラ付きにはおすすめです。というわけで、ありがとうございました。また次のエディング紹介でお会いしましょう。バイバイ、またねー。働いたら負け。